はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第50弾やっていきましょうキリがいいですねで今回はね問題10問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部問題解いていきますんで確認してもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします じゃあ画面下げますのでお待ちください,い,くよいくよちょっと行き過ぎたねよっしゃ行きましょう、まあ、今回はね3分10秒で解けましたまあ割とそこまでめちゃくちゃ難しいのが詰まってる問題ではないので、まあ、皆さんもねちょっと時間を意識して早く解くっていうところを大事にやってもらえたらなと思うんですがでまずマイナス3マイナスえ括弧マイナス5ということで。 マイナスマイナスっていうねマイナスカッコになった場合はここを足し算にする代わりにここも符号を変えると。でつまりマイナス 3+5 になるのでちょっとここ暗算でまず1番は 2, で終了で2番はね、えー、マイナス2かける6負の数と正の数の掛け算だったら答えは負になるのであと2612と。はいサクサクいきましょう。 で次は、えー、分配法則ですね。括弧の前に数字がくっついておりますので2を配りましょう。2a、えー、配ってマイナス 4b。掛け算で配ってください。で、マイナス括弧になってるのでマイナス1が隠れてるんでマイナス1を掛け算で配ってあげるとマイナス a、マイナス b と。で、a 同士、b 同士は計算ができますので 2a、マイナス a で a、マイナス 4b、マイナス b でマイナス 5b ととちょっっ狭くてて申し訳ないないこれで、OK、さあ4番ですねでまあこれもね暗算でできる方はパパッてやってもらっても構わないですし一応割り算なので分数で考えると分かりやすいかなえ小学校の時にやった5る2みたいなありましたよね5る2これ分数にした時はこっちです回転がこう回転するだから2分の5になるんですけど同じように考えると 3a が下に行きます。 で 9a2 乗 b となるので数字を約分すると3が残るで a が1個こうやって約分できる上は2個あるからね1個消して残ってるのが a1 個と b1 個残ってるから 3ab となってこれで OK で5番ですで5番はですねこれ公式が思いつくんだったら即,即それをね使ってもらって構わないんですが一応書きましょうか何の公式使うかっていうと 展開の公式で中のパーツがねまあ本当はこうですけどパーツが xyxy と同じパーツを2個ずつ使っているそしてここの符号がプラスとマイナスになってる時っていうのは展開すると左のパーツの2乗マイナス右のパーツの2乗になります。だ今で言うところのこっちが左側がルート3っていうパーツが同じですよね。 右が2っていうパーツで一緒しかもここの符号がちゃんとプラスとマイナスになってるこのパターンになっているので左のパーツ今ルート3ですそれの2乗するとルートは2乗するとルートが消えますつまりルート32乗すると中身が出てきて3マイナスは決定です右のパーツは2ですそれを2乗すると4つまり3マイナス4なんでマイナス1とこれで終了 さあ6番この方程式をね解きなさいということで2、まあ、次関数にな、えった、と、2次方程式ですね2乗がつくっついてるので2次方程式なんですが、あのー、もしね因数分解ができるんだったら例えばこういう形です。かっこかっこですねもし x 5、えー、x ス2みたいな。 こういう感じで因数分解ができれば x イコールここからマイナス五と2と出すことができるんですがこれ調べようと思った時にかけてマイナス1足してプラス +3 になる数字のコンビがあるんだったらこれでいけるんですよね。でもありませんこれは見つけることができないじゃあどうするってなった時に使うのが今回ねちょっとスペースがあるんでいきましょうか。 えー、みんな大好き解の公式ですね呪文のように覚えさせられますけど解の公式は x イコール 2a 分の b プラスマイ b スルート b ス4 a c とちょっと入んなかったこれが解の公式これ高校入っても 使うんで必ず覚えておいてください解の公式はねで、これを使っていきますこの因数分解カッコカッコパターンが使えなかったらもう解の公式でいっちゃってくださいで、a っていうのがここの係数つまり1ね、a、b がプラス3 c がマイナス1ですで、解いていくので x イコール 2a 分のだから今2分のマイナス b なんで3にマイナスつけてマイナス3 プラスマイナスルートちょっとスペースないんでこっちに出しますね B2 乗は3の2乗だから9マイナス 4AC はマイナス 4×1× マイナス1ですつまりプラス4ですね今ねで9たす4なんで13で解の公式使った後はまあ、他の問題でもそうですけどルートが出てきたら中身チェックを必ず行います中身を例えばルート12だったら2ルート3に直すとかね直さないとバツ食らうから ただしルート13って何もいじれないのでなので今回はこいつがそのまま答えになります。まあほんとね回の公式はしつこいですけど絶対覚えてない本当に。もしねえめんどくさいって思う方がいても絶対覚えてください。で7番が2点。こいつねこの1の1と3のマイナス3を通る直線の式を求めなさいと。で直線の式と言われたら。 もうね y=ax+b と、まあ、ここに持ってってください。で、まあ、自分がよく2つやり方が一応あるんですけど1つが連立方程式を使うパターン1の1これは座標が x 座標 y 座標なんでこの順番ねだから x に 1y に1を代入すると1イコール a+b1a、まあ、とは書かないんでね a+b になりますと。 で、もう一回、3のマイナス3も代入すると、マイナス3イコール、3a、プラス b となります。こうやって、連立方程式が完成するので、あとはあいつを解いてください。そうすると、a と b 出てくるからね。でも、いいんですけど、まあ、こっちの方が俺はやるんですけど、一応、もう一個のやり方として、傾きを、a ですね、こいつ。a を先に出しちゃおうぜパターンでいきましょう、今回はじゃあ。a を出しにいきます。で、どう出すかっていうと、 傾きの公式、まあ本当は傾きと変化の割合っていうものが同じなんですよで変化の割合の公式で与えられるんですが出し方がね、X、の上かから書くかちょっとどうせ点々で面倒くさいんで点々使うから上から書くわこうです、X、の増加量分の y の増加量おそらくね聞いたことあんなって思う方も多いと思う増加量っていう言葉 おそらく増加量が出てくる公式で中学校ここしかないので、そう。で、これが公式。で、どう使うかっていうと、今2つ点がありますよね。どっちからどっちを引くって決めてください、自分で。どっちからどっちを引くって。じゃ、今だったら、俺は右から、右のカッコから左のカッコを引くと決めました。みんな逆でもいいです。で、どう出すかっていうと、まず X からいきます。 x 座標をを右から左を引くんです増加量っていうのはどのぐらい増えたのっていう話なので引けば OK じゃあ3から1を引くので一応書くか3 1ですで y の増加量も一緒ただし今 x を右から左を引いたので y も同じく右から左を引きますつまりス3から1を引くの長いでやると下が2上がス4なんで傾きはス2とすぐ出ます y ル えー、マイナスス 2x プラス b A だけ分かったんでね先に A のところにマイナス2を戻しましたと。でその後どうするかっていうとどっちでもいいです。どっちかの座標、まあ、今11の1にしましょうかこっちを1と1を代入します。そうすると1イコールマイナス2プラス B となってえっ、ー、と B イコールえー3ですね。となるから B のところに3をね A がマイナス 2B が3って分かったんで 答答ええととしては Y ス 2X プラス3かこれが答えとなります今これやるとさ「いや連立の方が早くね」みたいな感じるかもしれないんですけどあのこっちはね暗算がしやすいんだよね。別にこれ書かなくていいじゃん。右から左引くって分かってるから3引く1で2でえと上がマイナス4だからすぐ a をマイナス2かみたいな。暗算でパパってやるときはこっちの方が早いです。 数学が苦手なタイプの子、まあ、苦手な子は自分の生徒もそうでしたけどこっちでやった方が安定すると思う、まあ、慣れてどっちでもいいんだけどね自分の好きな方で選んでください。で8番ですねえー、とここに、まあ、立方体書きましたと。でポイントはほにゃららって、まあ、線がね引いてあるんですけどポイント何かっていうともうこの問題のポイントってもう立方体であることなんだよね立方体。 で、今何聞かれてるかっていうとこの部分ちょっと A とか C とか打ってないんだけどこここの AC とここの BG の長さの関係どうなのって AC の方が長いの ?BG の方が長いのそれとも同じなのそれともこの条件じゃどっちが長いって分かんないよっていう4択ね。でこれはね立方体って何ってとかまずみんなが分かれば想像しやすくって立方体ってサイコロです。 あの全部の面が同じ全部正方形ですね全部の面が正方形のやつってことはさ全部同じ正方形なんだよ同じ正方形で同じ斜めの線引いてたら長さ同じじゃないっていうことでこれいいです答え以上でございますこれが直方体つまりティッシュ箱ですねちょっとティッシュ持ってくるわよいしょちょっと待ってペンが置けない こういうね、ティッシュ箱あるじゃないですか。で、もちろん、全部の長さがどこが長いとか分かってればさ、ここの斜めのが長いよとかって分かるかもしれない。でも、今みたいに長さの条件書いてない状態だったら、コートは決まらないじゃん。直方体ってどこが長いか分からないから。そうなると、上の斜めと、このね、ねと側面の、この斜めはどっちが長いかって、この条件じゃ分かんなくなりますけどね。でも、立方体なんだよ。だから分かるっていう。 もしちゃんと求めるんだったら一辺のの。長さを出したらいい。自分でで文字で置くの例えばじゃあ A とかって置こうか一辺全部 A ですそうすると上の斜めの線出そうと思ったらこうなってんだよね。A と A とと斜めになって。で三平方の定理を使っていってもいいし、まあ、ここもね書き出すとこって「A と A と同じ斜めだぜ」っていうまあ同じになるでしょうみたいなね。 今ちょっとスペースの関係で、三辺方の定理までは書かないですけど、まあ、そういった状態になっております。で、九番ですね。で、このタイプの問題、まあ、えっと、今。去年の問題、二千十九年度になるのかな。の問題を今、いろんな全国各地いっぱい解いているんですけど。えっと、その前の年とか、結構多かったんです。このタイプの問題、九番みたいなね。でも、だいぶちょっと減ったなっていう印象がある。自分の中ではですけど。 なので、まあ、今年度とかはまたちょっとちょこちょこ出てくるんじゃないかなと一時期すごい見たんですけどね今なんか中央値とかあの辺がすごい狙われやすいなっていう印象があってでやり方すごい簡単ですこれ何やってるかちょっと問題文長いんでこれ出しときましょうかえっ、ー、と袋の中にですねああいっぱい玉が入ってるとちょっと書こうか袋をどの辺かけるあそんなにいかないな <laughs> これ袋じゃないよこれフラスコだわまあいいわ袋の中にですねいっぱいあってそれは分からないんですよで結局最初の初めの袋の中に入った玉の個数が分かんないんでこの中に x 個ありましたって最初ね置いときましょう求めたいからでこっからですね何やったかって30個を出したんですよ30個出したんだよねで30個出した後にこいつらに印をつけました 30個に印をつけたんですで袋、えー、とその印をつけて戻し戻しししたたらもう回まねでその後ごめん <laughs> 袋の中をよくかき混ぜて50個の玉を無作為に抽出するまあこれはランダムにってこと狙って出すんじゃなくてねで50個の中を無作為に抽出すると印をつけた玉が5個含まれてたとだからえっ、ー、とちょっとこっち行きましょうか。50 出したら出したた時に5個印がついてたんですちょっとこれはよくこれ自分,自分あと全部とその特殊なパターンを並べろみたいな話をするんですけど今だったら全部で何個っていう問題と印をつけたのが何個っていう問題で、えー、と式を作りたいの。だからじゃあこっちからいこうか今 x 個全部で x 個ね。 全部で x 個でその中に印がついてるのは30個入ってますよね。X、の中に印がついてるのが30個ありますと。で取り出したパターンの方こっちは今全部は50個って状態になってます。50個だけ取り出してるから。で全部で50個の時は印が5個だったのだから全部で50個の時は印が5個なんだよね。 全部印全部印っていう順番ででさあ真ん中にイコールやれば比例式が完成するようでこれで終了です終了でまあこのままねなか,なか外外で掛け算してもまあ、すんなりできますしちょっとねえー、と楽をするんだったら比例式ってイコールの右と左が世界が別です別の世界になってるだから右だけで割り算やったりすることが OK なのねつまり ここの世界50対5っていう世界であこいつ5で割れるじゃんってやって10対1ってしちゃって OK こっちも全部割らなきゃダメだよってルールにならないから比例式はでこうしてなかなか外外まあ外外いこうか掛け算すると x イコールなかなか掛け算すると300となるので答えが300でえこういう問題まあ大体回答欄にねおよそって書いてくれてたりするんですけどまあちゃんとねおよそ何個って言われてるから およそ300個と書いてこれで終了です全部のパターンと今だった印っていう特殊パターンが印になってますけど特殊な印が何個ずつっていうのを2つ並べる全部印全部印で式を作れば完成となりますのでこんな感じでやってくださいよしじゃあラストですね回転体でございます長方形がありますと AB が4なんで縦が4 えーと横が3です、ね、で、す、え、ね、ー、DC ここを軸ですちょっと伸ばしましまょうかここを軸にしてこれをくる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 よいしょ回そうぜとでその時にできた立体の体積ですね求めなさいという問題でございますでまずもう回転体、まあ、つまり回転させて立体を作ったものを回転体っていうんですけどこれを回したら何ができるっていうのが一個大事ですで何ができるかっていうと フリーハンドは許せ、えー、円柱ができます円柱がねくるくる回すと円柱ですなのでそれが分かればあとは円柱の体積を求めればいいじゃんになるいいで「ホニャララ柱円柱だろうが三角柱だろうがの体積っていうのは求め方ねこれま覚えておきましょう あ待って右切れるぞこれあー切るな低面積かけるねじ込めたかな高さお入ったこれが出し方ですほにゃらら中はね全部低面積かける高さで求められるあ今低面積どこかって言ったら円のここですねこれが低面積つまり円の面積で高さも 今回しただけなんで高さはこの部分でしょだから4ってわかるあと低面積いくつだろうって考えなんだけど円の面積っていうのは半径×半径かける ×π ですちょっと今書かないですけど半径×半径,かける半径かける ×π 今ここを3なんですよこれをくるくる回したのでこういう状態ねこうなってんの起こ,こすとだからこれが半径になるそれを回してるからだから半径3ですここのつまり低面積は 半径,半径かける半径かける π とこれが底面積かける高さが4となるのであとはこれを計算して、えっと、36π 36で、えっと、体積なんで立方センチメートルと。最後の最後でズルします。はいということでねこれで終了でございます。 で、ちょっとだけ下にスペースがあるんで最後余談というか、まあ回転体ですね。もちろんこれも出てきやすいんですけど、個人的にやっぱ出てきやすいなと思うのが、えー、こっちです。直角三角形ですね。これを回す方が出てきやすいかなと思います。で、あもちろんもっとね、複雑なのもありますけど、これくるくる回すと何ができるかっていうと、下の部分が同じく円になります。ただ尖ってるので、こうやって円錐になります。 円錐でさっきも言ったけどホニゃラら中っていうのは底面積かける高さですホニゃラら,ら水尖った時ね水っていうのはこいつにける3分の1がくっつきます底面積かける高さかける3分の1ですでそこの区別もしっかり覚えておきましょうでえっ、ー、ともう一個 <laughs> えと上乗せでやるとですねこれ長さでよく出てきやすいパターンがもちろん下と右が書いてあればここが半径になるしここが高さになるんですよ でよく出てくるのがねここ3って書いてあってこっちが5って書いてあるパターンねはいこのパターン非常に出やすいです斜め斜辺の部分と下が出てるっていう高さ分からないかいみたいなねでこの時は三平方の定理を使ってここを出してくださいいいもちろんこれがね3対4対5になってるんで4って分かる方もいるだろうし一応分かんなかったら x って置きます高さをで三平方の定理は斜辺の2乗だから 午後二十五イコール x の二乗プラスもう一遍ザンが九ってやると x の二乗イコール十六なんで x イコール本当はプラスマイナス四なんですけど長さにマイナスはないので高さが四って分かりましたよみたいなこっちのが多いですねやっぱりよく出てきますなのでまあ今回の問題はこちらになってましたけどぜひこっちもこの場でねもしねちょっと不安な方がいたら押さえておいてくださいでは。 今回はね、高校受験対策の C シ,シリーズ第50弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。